はい、どうも、スサナです。徒歩で日本縦断。この日は、静岡県の掛川から、藤枝宿までね、歩きました。朝のね、6時ぐらいに起きて、まあ、ご飯とか食べて、朝9時ぐらいにね、出ました。で、雨の予報が90%ぐらいだったんですけど、まあね、予想外に、あまり降らないでくれました。まあ、降ったり止んだりが続く感じでしたね。ね、本当に日坂塾がめちゃくちゃ良かったです。もうね、それはね、動画を見ていただけたらと思います。では、ぜひ見てください。はい、7月25日土曜日です。すごいですね、セミの声が。で、ここは今、掛川駅ですね。あそこが駅です。で、今日はまた雨が降る予定なので、まあ、どこまで行けるかですね。で、足が昨日すごく痛かったんですけど、なんか足の裏に水ぶくれとかができちゃって、まあ一応昨日少し、まあ、潰してしまったりして待ちにしたので、まあ行けるところまで行きたいと思います。どこまで行くかはまだ決めてません。こちらは、琴のまま八幡宮という場所で、まあそのままね、願いを叶えてくれるらしいです。手洗いあります。こんな感じですね。結構階段あります。よいしょ。で、こっちが、よいしょ、目落とすぎ、すごいですね。ほら、綺麗。そして色結構人気みたいですよ。あれ、行ったかわかんないですけど、必殺か塾までの行く途中にね、あります。もう日坂塾行くためにもね、ちょっとすぐそこの角を曲がるっていうところですね。よいしょ。日坂塾はこういうのをね、すごいどこのお家も出してます。この道はいいですね。東海道を大事にしてます。あとなんか資料館っぽいのもたくさんありました。ここもあるし、あと、あれは何だろう、ここも何だろう、そこも何だろう、あ、本寺、問屋場ね。ほら、もう何ですか、ああいうなんとかはね、全部皆さん本当普通の一軒家の方も出してる。はい、53次25番目ですね。まあ、反対からなので。というのが一坂宿ですかね。はい、こちらはね、さっきのところからちょっと進んだところですね。いや、ほんと、ちょっと雨が一旦止んでくれてよかった。いや、わかりますかね、すごいんですよ、坂が。あ、腕が映っちゃった。坂がすぐ何やにの曲がりや、はあ、もうこの道はね、体力が必要ですね。今日はちょっと夜ご飯しっかりしたもの食べようかなと思う。これ下る方でも多分結構足きついですね。いや、本当にこれ雨降ってたら転ぶ可能性がありますね。すごい息切れてる。ほら見てください、また坂。あ、でも終わるのかな、はあ、この後もね、また違うタイプの
大変さがありそうなんで、ちょっと楽しみにしてます。坂登り終えて、まあ、そのまま歩いて、こちらがね、下ってきた時の景色です。結構ね、下りもきついですね。ただこの緑が癒しを。はい、こちらね、石畳でございます。こっちの道もう東海道とは書いてあるんですけど、まあ、せっかくなんでね、まあ、一応こっちの道から行こうかなと。何か書いてある、ちょい待ち。はい、もう読む気力がね、はい、やだ、シュクシュク。はい、江戸時代後期。今ここなんで、そう、こっちのルートでも行けるんですけど、まあ、私はこっちのルートをね、せっかくなんでこの石畳ルートをここまでかな、はい、行ってきます。頑張りまーす。ほら、結構いてて、これ本当に雨降ってたらね、もう転ぶ未来しか。冬だと、まあ、ここら辺が雪降るのか知らないですけど、降るなら危険ですよね。いや、よかったよかった、晴れ女なんでね。こっからずっと続きまーす。うわ、危なかった。続きまーす。こちらは大井川橋ですかね。向こうまで行くと下田駅の方に行けるんですけど、まあ、昨日とか今日とかね、雨が降ったせいか川がちょっとすごいです。結構水が荒れてますね。そしてこの橋も長いです。はい、こちら島田宿です。さっきのね、橋を渡ったらあります。ここはね、あそこの、ここの上ちょうどかに乗って写真が撮れるそうです。あそこもなんか資料館。あっちもなんか味が出てますね。見えるかな。はい、今向かってな、こっち、ここが今、あとは、あ、でも雰囲気ちょっと昔っぽい。はい、ね、これがね、できなかったので、私は橋を、かわいいな、この絵、見やすい。うん、こっから前に進んでいきます。はい、こちら藤枝市です。藤枝宿ですね。まだ約30キロ歩いて、8時間ぐらいかかりました。今日あんまり休憩しなかったんですけど、まあ多分天気的に歩きやすかったのと、まあルート的にね、結構まあ足は疲れたんですけど面白かったので、まあまあささっと行けました。楽しかったです。あんまりここの景色はな、そっちの道が東海道です。
いかがでしたでしょうか。この日はね、石畳歩いたりね、すごくね、東海道を味わえました。ではこちらで終わりになります。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。ではまた、アディオース。